はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。新しいキューブですね、ウィンドキューブを目指して、また例によってウィズダムキューブからちょっと行かないといけないみたいなんで、中継地点は5でいいのかな、これ地上の中継地点がいいんだけど、中継地点5か。まあ、あのモヤモヤしていた D ゲートですね、こっちの方なんで行きましょう。ピクシスゾディアってか、意外に距離はあるな。お、ドライセン、ドライセンはご利用していくか。そう、ダブルオーの通常攻撃が、ダブルオーじゃなくてクワンタか、クワンタの通常攻撃が全体攻撃なんですよね。あんまり攻撃力はだから高くないっていう。100くらいっすよね。クワンタちょっとやばいな。意外にヒットポイントが少ないクワンタは。ヒール214使うのか。で、この D ゲートか。マスターガンダムたちが逃げたのはこの先だな。行くぜー。あったぞ、 D ゲートだ。お前いつの間に来たんだ。この先がウィンドキューブか。あ、そうか、一緒に来てくれるって言ってたもんね。なんか拠点を案内してくれるって。おお、完全に普通の街並みですね、ウィンドキューブ。なんかこれぶっ壊れてんの。早速中継地点、そこマップを埋めます。よし、でも風車、あ、そうかそうか、ウィンドキューブだから。フートか、久しぶりだな。ま、正確にはフートによく似ているだけだけどな。ああ、異世界の街の要素も混在している。だがやはり懐かしいものだな。この風はフートの風だ。おい、早くマックステーションってところに行こうぜ。ああ結構遠いな、マップ上で見ると。とりあえずはずっと一本道ですね。さあ敵は、おお、全然見たことない。ゴブニュかっこギガ、めっちゃガードされてるんですけど。ゴリ押しだけだとめっちゃ時間かかったな。やっぱりもう通常攻撃だけだときつい。砲撃？まだ戦闘は続いているのか。クライシス帝国は去ったが、いろんな世界の悪がほ言えない、はびこっているからな。アクセルたちが連邦軍と協力して総統戦をやっているのかもしれない。連邦軍？確かコロニーキューブにも連邦軍がいたはずだが。ああ、そうか。だがここの連邦軍が他のキューブと連携を取っているって話は聞いていないな。キューブごと別々に取り込まれているようだからな。連邦軍、まあどの世界の連邦軍なのかわかんないですけど、とりあえず今のところは一本道が続いているんで。またこいつらだ。何をすればいいんだ。
エネルギー物理両方なんか効かなかったような気がするんですけど、まあ、メガマシンキャノン、あ、エネルギーがガードされるのか。そういうわけでもない。何がガードされてんだ。これは当たるな。いまいちこの属性側はまだ理解できていないっていう。 F91 か、回復させましょう。よし、この先をまっすぐ行けばマックステーションへの近道だ。急ごう。まっすぐと、瓦礫で道が塞がれちまってる。戦闘が続いているんだ、仕方あるまい。この向こうなんだけどな、しょうがない、回り道を探すか。まあ、この瓦礫くらいなんか乗り越えていけそうな感じですけどね。こっちか。おお、ザクマリーナ・ジュアーク。ジュアックとか普通に考えると超弱そうですけどね。もっと分かれ道、こっちは行き止まり。ここら辺から複雑になってきたな。ん？誰だ？ウルトラマンのなんか雑魚っぽいやつだな。ウルトラマン？子供か？手の化け物だ！こいつ！やめないか！アンクは敵ではない！太郎教官！教官なんだ！ちっちゃい。それを言うな！で、お前らこそ何なんだ？僕たちはウルトラ小学校の生徒です。異変に巻き込まれてこの世界に来ました。でも今は連邦軍を手伝って物資の運搬をしています。戦闘はまだ続いているようだね。新たな敵でも現れたのかい。はい、クロスボーンバンガードと名乗る組織が突然現れて重要施設を次々と占拠しているんです。なんだって。被害状況は、すでにいくつかの施設が抑えられています。ただ一般市民への攻撃は控えているようです。目的はこのキューブの占拠か。しかし連邦軍も大変だな。君たちのような子供まで駆り出さなくちゃならんとは。連邦軍も疲弊しているそうです。そうか、わかった。近くに連邦軍はいるかい。はい、この先で戦闘中です。では僕たちは任務があるのでこれで失礼します。ああ、しっかりやれよ。連邦軍の様子が気になるな。行ってみよう。この先か。このまず厄介なやつはこれでいいのかな。めっちゃ適当っすけど、クアンタがどうもガードされんな。エネルギーの斬撃とエネルギーの飛び道具ってことね、多分。でエネルギーの飛び道具は多分大丈夫なんだ、そう信じよう。でもそうっぽいな。お、みんなそろそろ上がりそう。なんか上がってから戦闘区域に行きたいけど。ほんとうねうねしてんなここ。お、ジェガンだ。くっ、甘い。ガン、よくもん、遅い、うん、ジェガン仮面ライダーダブル助立ちするぜ。造影かは、うわーは、うわー、おのれ逃がすかよ。何、
これで決まりだ。グハー。普通に戦闘になってもよかったと思うんだけど。ありがとう、助かったよ。電波障害のせいで他の部隊と通信が取れないんだ。電波障害？ああ、敵の進行が始まった時から断続的に発生している。クロスボーンヴァンガードめ、こちらを混乱させる作戦か。そうだ、ついさっき仮面ライダーアクセルが仲間を探すと言ってこの先へ行ったぞ。何？アクセルが？仲間というのは誰のことだ？仮面ライダー2号だ。この混乱ではぐれてしまったらしい。アクセルは一人だ。行ってやってくれないか？ああ、もちろんだ。よし、ではアクセルを探して合流しよう。いきなり敵が出た。おーおーおー、いっぱいいるー。ん？こっちか。やっべー、死ぬかもしれん。レベルアップはクアンタだけ。 F91 が次で上がるからもうガンガン回復をしていきましょう。ホイ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 と。お、宝箱、バノキーと。ドアッチ、一ターンで倒せないんだけど。誰だ？何こいつ。貴様らはヒーローども。ゾディアツか。ああ、俺はレオ・ゾディアツだ。急いでいる。そこをどいてもらおう。お前、もしかしてクロスボーンヴァンガードと組んでいるのか？まさか、俺たちには俺たちの目的がある。いいからそこをどけ。はあ。うわあ。こんなものか。何やってんだ、だらしねえ。待て。アンク、危険だ。おい、やられっぱなしか？今、アクセルを探すのを優先しよう。ちっ、それもそうだな。クロスボーンヴァンガードだけじゃないようだね、このキューブに来ている敵は。弱かったな、仮面ライダーダブル。まあヒーロー基本的に弱いっすかね、なんか知んないけど。お前ら何者だ。黒いデナンゾン。 F91 か。ならば倒すべき敵。俺たちは黒の部隊、普通のデナンゾンと同じと思うな。だがはあ、結局戦闘にならないの。大丈夫か。違う、こいつはパワーもスピードも。ふっ、思い知ったか。まとめて倒してやる。はあ、グッ。おまあ、なんか変なこと言ってたよ。おら、うわー、まずい、引くぞ。またかよ。ほんと弱えなヒーロー。そうはいくか。囲まれたか。ウォーン。その時エンジン音が響いた。誰だこの音は。アクセル、エンジン音でわかんの。振り切るぜ。ガー、今だ。オッケー、さあお前の罪を数えろ。はあ、なに、うわあ。さっきまでボロクソにやられてたのになんでだよ。よし、こっちも。はあ、ぐはあ、やったら。アクセル助かったぜ。アクセルいなくてもよかったと思うけどね。おお、いっぱいいるヒーローども。俺たちが相手だ。おら、くっ、これではキリがない。仕方がねえ、一旦引こうぜ。そうだな。はあ、うわ、今のうちに下がるぞ。くっ、逃げるのか。やっぱり撤退するのか。
ここまで来れば大丈夫だろう。詳しい話はマックステーションでしよう。ウルトラセブンが待っているはずだ。マックステーションの場所はわかるな。大丈夫だ。よし、行こう。え、このまま進んでいいの？まだいるんじゃないの、デナンゾン。なぜかいなくなってる。不思議なこともあるもんだ。ん？どうした？なんでもない。気のせいか。ちょっと待て。またか。どうしたって言うんだ。つけられている。何？敵はマックステーションの場所を突き止めようとしているんだ。よし、わざと別の道を行こう。こっちだ。了解。行き止まりだ。これでいい。隠れろ。待ち伏せするぞ。お、ダギールス。行き止まりだと？ヒーローたちは？今、索敵中です。何をやっている？いました。真後ろです。ぬわー。エビルエス遅い。うわ、気づいていないとでも思ったか。クロスボーンバンガードの偵察部隊。くっ、こうなったら一緒に死ね。これファーストアタックでいいんじゃん。おお、ミッションを開始する。とりあえずエビルエスが600くらいヒットポイントがあるからな。ツインドライブシステムは使おう。バイオセンサー、カプル、これは普通に攻撃と炎とか効くかな。弱点なし。お、ヒーロー技使えない、とりあえず攻撃力の高いやつでもうどんどん数を減らしていきましょう。スラップショット、これが強いな。とはドラゴンテール。ちょっと強いな。あ、そうだ、左から連続じゃないや、順番に狙うから。いや、メテオ、あ、いいや、こっちで。おー、やばい。え、マジで？めんどくせえな。バスターソード、ベースバーで、こいつはちょっとヒールを使って回復させましょう。この回避率がどんどん上がっていくな。うわー、いろいろ元に戻ったな。これがな、どんどん回避率が上がっていくけど、かわされる。ダギールスが倒せそうだから先にこいつを倒すか。おっと、かわされた。あれ、ダブルオーの SP がもうない。ヒーロー技でちょっと節約していきましょう。よーし、さよなら。ダギールス、
ここでさよならか。よし、行くぞ。そっけねえな。何にも会話なしか。悲しいですね、ダギールスも。このごっついやつがなんかめんどくさいんですよね。そうか、飛び道具じゃないとダメなんだ。マップ上ではもう少し、お、これか。着いたぞ、ここだ。こいつがマックステーションにつながっているのか。ああ、キューブの外部空間に浮いているんだ。興味深いだろう。それは我々の拠点と同じだな。話なら中でしよう。ここ中継地点になるのかな。マックステーションにはウルトラセブンがいた。アクセル、ダブル、それにヒーローたち、よく来たな。ここがマックステーションだ。セブン兄さん、無事でよかった。タロウ、どうしたんだ、そんな小さくなって。どうやら力を失った影響かと。そうか。ヒーローたちは軽く自己紹介を済ませると、これまでの経緯について話した。なるほど、現状こちら側のかけらはここにある一つだけということか。だが5つ揃わなければリジェスは復活しない。それがここにある限り最悪の事態は避けられる。では当分の間ここにこのまま封印しておこう。幸いこの場所は敵には知られていないからな。それともう一ついいか。これも私たちが回収したものなのだが、セブンはスイッチらしきものを見せた。これは確かホロスコープのスイッチだ。さっきやったレオゾディアツはこいつを探してたんじゃねえか。やはり重要なものだったか。これも一緒に封印しておいた方がいいな。で、セブン、2号のことなんだが、足取りはまだつかめていない。電波障害のせいで通信も無理だ。そうか、まあ奴のことだ。無事だとは思うが、早めに合流しておきたい。他に何か気になることはなかったか。そうだ、キューブ内で奇妙な怪獣に遭遇したんだ。戦力的に不利だったので戦闘は避けたが、ビートルフォンで映像は撮っておいた。お、さすがフートの刑事だぜ。お前だって探偵だろ。とにかくこいつを見てほしい。ノイズがひどいのは許してくれ。ピギャーギュアー。こいつはガゾートだ。そうか、ガゾートは確か電波障害を引き起こす特性を持っていたはずだ。ガゾート、こいつが電波障害の原因だったのか。よし、こいつを倒せば解決だな。待ってくれ、この怪獣何か言葉を話しているように聞こえないか。キーピヤー。そう言われてみれば。おい、サウンドなんとかって装置を持ってただろ。あれを使ってみたらどうだ。サウンドトランスレーターのことかい。いいね、早速使ってみよう。ヒーローたちはサウンドトランスレーターでガゾートの鳴き声を解析した。遊ぼう、ガゾート、ここ好き、ガゾートの友達。友達、キーワードは友達だ。友達、随分と友好的な怪獣だな。待て、ガゾートにとって友達とは捕食する対象なんだ。なんだそりゃ。捕食？友達を？ああ、ガゾートは共食いすることで種を存続させてきたんだ。僕たちとは根本的に考え方のロジックが違う。話の通じる相手ではないということか。やはり戦うしかないな。我々も共に行こう。いいのか？もちろんだ、もう仲間じゃないか。ヒーローたちとアクセルはガゾートを探すために出発した。 OK、 電波障害回復せよ。マックステーション、お、これは拠点になるのかな。話をする、回復する、マックステーションを出る。
うん、まあとりあえずここでじゃあマックステーションに無事たどり着いたので、今回は終了して、次回画像とですね、まあ倒すのか多分倒すことになると思うんですけど、画像と探しに行きたいと思います。今回はこれで終了します。